ああ、こっちか。カホいらっしゃいのはどつゆ。カホフォローしてるっけ俺の。こんばんは。ウヨクさんいらっしゃい。どうも。ワードツー。みんなリツイートしてね。ツイッターでシェアして、リスナーさんを呼び込んでくださいね。お願いします。あ、この部屋くせえな。掃除したのにな。すげえくせえ。ちょっとお香炊いてくるわ、臭い。どうぞ、いらっしゃい。カバン買っちゃったよ。カバン買った。しかもね、結構カスタムオーダーすげえ柔軟にする会社だったから超良かったわ。当たりだわ、あそこ。すげえ良かった。まあ、物来てからだね。安心するのは。物が来るまでね、わかんないからね。仕上がりが。でもね、20、30年ぐらいやってる会社だから、すげえ信用できるとは思ってるんだけど。すごいね、あんな綺麗なお店だと思わなかったわ。写真見てくれた？長く使えるものが大好きな俺。やっぱ、その、ブランド、ハイブランドもあんまり好きじゃないのね。ハイブランドの服とか、物持ちがいいものが好きなの。高くて物がしっかりしてるものが。製品見てきてよかったわ。ネットだとわかんない。すごくよかったよ。工場がね、工場とお店が一体になってんの。だからもう工場のスタッフと連携取ってた。ここどうカスタムできるかとか、営業マンと、
その、工場の人間が、その、なんかミーティングしてたよ。すごく対応良かったし。うん、20年は使えるって。修理していけば。ちゃんとメンテナンスして。すごいよ。あれ。もう店と、ショップと、さも超だだっ広かったし。ショップとね、あれが一緒になって一体になってんの。すごかったよ。20年使えるものっていいよな。もう一生ものだもんね、本当に。まあ、ちょっと高いなとは思ってたけど。サムネありがとう。うん。サムネ、いやいや、サムネは一生ものだからね。使えば使うほど味が出てくるから。サムネイルは一生ものですよ。ちゃんとメンテナンスもするから。俺が。ワード、ちょっとここカスタムしてよ、つって。いいよ、って。でもさ、みんなでさ、同じサムネ使うの笑えるよね。昨日の、なんか枠とかもちょっと面白かったもん。たくみさんとかさ、くみたんとか、みんなお揃いのサムネ。経年劣化しない。経年劣化はしないデータだから。ネットの世界はそこがね。経年劣化はしないんだけど、センスが変わっていく。流行が変わっていくから時代は感じるんじゃん、データでも。あ、古いデザインだな、とか。おワードフラットデザイン採用したかとかさ。そういうのはあるんじゃないかな。あ、そうだ、エミさんの整形。エミさん整形したの見ないと。忘れてた。石川のりゆきの放送に出てたんでしょう。え？これエミさんなの？え？エミさんどうした？え、なん、どうした？エミさん。え？え？え、昔の方が良くない？え、なにこれ？なにこれ？やば。いや、これは、いや、元が美人なのにもったいねえ。元が美人なのにもったいねえな。あー、失敗だわ。変わっちゃったな。なんでいじったんだろう。普通に美人だったよね。何があったんだろう。だって別になんか顔直すところなくなくない？エミさんって普通に美人だよね、あの人。コンプレックスとかあったのかな。それともなんか漫画の印税でおかしくなっちゃったのかな。漫画の印税でおかしくなっちゃったのかね。もったいねえよな。なえたわ、ちょっと。エミさんの顔、もともとの顔好きだったのに、俺。だって、麻雀大会の時あんな顔じゃなかったよね。え、ね、本人はカミングアウトしてんの、それを。まあ、カミングアウトっていうか、もうがっつり整形だもんな。カミングアウトもクソもねえよな、あそこまで変えると。ちょっと、今日ちょっと調子悪いのとかじゃないもんね。他人には分からないコンプレックス、まああるよな。うん。もったいね。まあ本人がそれでいいって言うならいいかもしれないけどね。うん。本人が納得してるなら一番いいわな。でも俺は前のエミさんが正直好きだったわ。別人かと思ったの。ハッチは大人だよな。
つも思うけど。かおくさん言われまくり。俺にちゃん見ないかんな、まったく。にちゃん見ないからね。なんで二ちゃんを見るの？二ちゃん見て嫌な思いしかしなくね？まあ俺はなんか特に俺の悪口しか書いてないからさ、俺は絶対自分のスレッド見ないね。二ちゃんはやめた方がいいよ。正直。何の得もないよ。昔の2チャンネルは面白かったけど、今の2チャンネル全然面白くない。正直。俺がコメント多いとかぞるからな。いや、違うでしょ。かそってる時にハッツが優しくコメントしてるもんだと俺は思ってるけど。それは理屈が違うと思うよ。ハッチは優しいから、かそってると、ワードをちょっと構ってやるかっていう。で、コメントが書きついてくると、スーッとロム線に戻ってくる優しい、俺は優しい男だって知ってるけど。違うのかな？本当に、ハッチがコメント打つと飾るんだったらコメント打たないでほしいんだけど。そのハッチの理論だったらすげえ嫌なやつじゃん。嫌がらせの何にでもないでしょ、それ。俺は優しい男だと思ってますよ、ハッチは。愛のある。7名さんいらっしゃい。舞台制作して食ってたわ、アホどもが。舞台制作やってそんの？え、なに、劇団関係？分かってくれると嬉しい。まあね、分かってるよ、伝わってるよ。うん。あのね、エンジンかかるまで、ウォーミングアップ付き合ってくれると、本当にありがたい。で、喋りが乗っかってきて、匿名に戻るとか、ロム線に戻るとか、もうマジ気が使える、本当のいいリスナーだよ。実はね、ノンタンも同じことやってんだよ。ノンタン一枠目、二枠目ね、ずーっとコメント打ってくれてるもん。で、絶対消えるもん、途中で。ロムに帰るっていうか、多分匿名打ってんだと思うけど。あいつも気が利く。すげえ。大劇と小劇がわかんないんだけど、大劇と小劇ってどういうこと？小さい劇場とでっかい劇場ってこと？あ、舞台関係の人間だったんだ。知らなかったわ。へぇ。あ、そうなんだ。役者とかじゃないの？舞台制作って何やんだろう？脚本書くってこと？何やんの？舞台制作って。すごいね。そっちの才能あるんだ。知らんかった。まあ人にはね、やっぱいろんな才能があるんだね。でも舞台とか大変そうだよね。照明でしょ？大道具、小道具、役者、脚本家。すごい人手がかかってるよね。手間と暇が。裏方だったんだ。簡単に言えば雑用。へぇー。じゃテープでバミってたりしたの。バッテンとかさ、ピッ。テープでピーとか丸く、うまく弾くとかいるもんね。テレビとかで。バミリのプロ。面白そうだよね、ああいう演劇とか。なんか、やっぱ一癖二癖ある人たちがいっぱいいそうで。なんか楽しそう。劇団関係だったんだ。クリエイティブなリスナー多いよね、ワド。クリエイティブなメンヘラが多いんだよ。でもね、クリエイターってそういうもんだと思うよ。やみやすい人多いよ、ほんと。感受性で食ってってる系の人は、そうだと思う。やみやすいと思う。繊細なんだろうね。でも表現とかってそうじゃん。だから、俺が好きな俳優、この人、ピエロの人いるじゃん。ジョーカーの人。この人も役が抜けなくて死んじゃったかもね。結局精神病で。
チケット管理とかチラシ制作とか宣伝スタッフ役に、ああはいはいはい、本当にさあれだね、もう何でもやってたんだね。大変だよね。まあ楽しいけどね、その分大変な分。みんな一生懸命生きてるもんね、そういう世界の人は。今オイルぬりぬりしてるこいつを。乾燥、これも長く使いたいからさ。タバコケース。な、経年劣化とか経年変化を楽しめるものって俺好きだからさ。楽しいけどいろいろあるよね。いろいろ、そのいろいろが好きなんだろ、結局。そういう人間なんだって。そのいろいろとかめんどくさいのが好きなんだよ、結局。俺絶対それあると思うよ。味があるリスナー、経年劣化する。あ、でもさ、人間にもいい変化ってあると思ってて、顔に出るじゃん。いい歳の取り方してると。俺、やっぱ親父の顔見てて思うもん。全く同じ DNA なわけじゃん、半分は。だけど、あ、こういう顔つきになりたいなって思うね。何回あっても。もう白髪になってるけど、かっこいいね。ああいう歳の取り方したいって思う親父がいてよかった。パソコンなんだよな、俺。12名さんいらっしゃい。22名さんさようなら。でもなんだかんだね、もう古いリスナーさん3年いるからね、一緒に。俺と一緒に、だって中学生だったやつがもう高校卒業するんだもんな。和道は女の人もそうだよね。女の人？どういうこと？女の人が何？女の人が何だろう。俺はね、もう付き合う女性全てそうなんだけど、できるだけもう本当に一生一緒にいたいと思うぐらいで付き合ってるんだけど、なかなかね、生活力ないからね。経年劣化？あ、女の人もそうだね。俺は年取ってるもの、人の方が好きだね。なんかね、その、老いて美しいものって絶対あると思うから、俺は新品の靴よりも、なんかこう、10年履き鳴らした靴の方が、かっこいいと思う人だね。新品のブランド物の靴買ってるやつっていうのは、なんか人生経験浅いやつで、なんか10年間、20年間使ってるバッグ持ってる人がいたら、この人すごいなって思うね。うん。あ、物を大切にする人なんだとか、本当にいいものを、こう、選べる人なんだって思う。ドロリンさんも、ワドツで、初見さんコメントありがとう。楽しんでってください。うん。で、人間も全く一緒だと思う。人間も全く一緒で。まあ、新品が好きな人がいていいと思うけど、結局、本当にいいものとかって、素材選びから入らないといけないし、本当に腕のある職人さんが作っていかないといけないし、あと、何よりも使用者が出るんだよね。靴を磨いたりとか、その革をメンテナンスしたりとか、道具をきれいに使い込んでるかっていう。そういうのが面白いんだよね、人となりが。はい、たくみさんいらっしゃい、ワドツ。そういう、なんつうのかな。そういう、なんつうの。紆余曲折みたいなものを楽しめるっていうのが人生だと思ってるから、うん、いい生き方してたら美人になるからね、女の人は。正直二十歳までって親の DNA、 顔が美人か不細工かで決まるんだよ。だけど結局ね、いい生き方しないと女の人って目が死んだり髪の毛が死んだりとか肌ツヤが死んだりするんだよね。そっちで拝見するのは初めてだね。あ、そうなんだ、ドロリンさん。じゃあさ、フォローしてよ。よろしく。はい、クミタンいらっしゃい。すげえな、なんか宗教くせえな。なんかもうサムネがどれだかわかんねえわ。サムネがどれだかわかりづらいわ、これ。全部一緒に見える。タクミさんもそういう感じになればいいな。そうだね、タクミさんとはもう本当に、今日も、まあ、渋谷で配信してたけど、その合間の時にタクミさんとミーティングしてたね。あ、この人やっぱ、すげえなって思ったよ。本当に俺のこと愛してくれてんなって。うん。まあ、俺も年上好き。なんか、匂いいいじゃん。
匂いいい、それわかんないけど、うん、年上の女性って包容力があるから俺は好きだね、うん、なんか安心感があるし、多分ね、その母親とうまくいってなかったから、そのマザーコンプレックス、その母親が好きっていうマザコンじゃなくて、そのなんつうの、母親に彼女に母性みたいなものを求めてんじゃないのかな。今日も渋谷でゴッジー、何それ、渋谷でゴッジーってなんだろう、元ネタがわかんないよ、すまん。あとラブリトルさんいらっしゃい、なんかいいね、ラブリトルっていうことはいいね、小さな愛。スモールとリトルってどう違うんだ、リトルが小さいかな、スモールはどういう意味だ。なんかコロンの匂いというか香水の強い匂いかね。まあ母性求めてるの。俺も年上の女性好きだね。色気感じるね、すごい。で、同い年とかダメ。もうほんと話になんない。曲？今日も渋谷で5時。え、誰の曲それ。今日も渋谷で5時？浅田真央に似てる。メッサーシュミット。メッサーシュミットさんいらっしゃい。なんか難しいことはんだね。メッサーシュミット。なんだろう、メッサーシュミットって。なんかさ、コテハンで大体人柄出るよね。俺もさ、ワドーっていう名前でめんどくさいところが出てるじゃん。めんどくさくてちょっと痛い感じが出てるじゃん。ワドーっていう名前で。今言われなくなったけど、もうみんなワドーって名前知ってるから、昔はワドーって何って言われたもん。鈴木雅義？鈴木雅之であったっけ、そんなの。今日も渋谷で5時。わかんねえ、その曲。菊池桃子と誰かのユニットなんだ。知らない。なんだろう、その曲。丸いメガネあるよ。ただね、昔かけてたね、色メガネの方はなくしちゃった。今、透明の方しか持ってない。あの色メガネ結構気に入ってたんだけどね。残念だよ。ピカピカになりました。もう買って1年ぐらい経つのかな、これ。鈴木雅之と窮屈か。持ってるよ、メガネ。鮫島ルハコ対決で見たよ。ああ、そうだったんだ、ラブリトルさん。ありがとう。ごしゃぶ事件だね、俗に言う。去年の10月ぐらいですかね。結構前ですよね。ごしゃぶ事件。もう、10ヶ月ぐらい経ってると思う。昨日なんか、スカイプで鮫島さんがふわっちやってて、コメント打ったら結構拾ってくれて、久しぶりだな、ワドーみたいな感じで。なんか、俺ワドー別に嫌いじゃねえよ、みたいな。見に来てくれやし、ルハコもワドーも、みたいな。来てくれたら全然拾うぜとか言って、結構恰幅いいんだよね、鮫島さん。クミちゃんありがとう、ハートありがとうございます。あ、なんかアイテムがハロウィン仕様になってる。ハロウィンのグッズがなんか入ってるね。面白い。やっぱ大手になる人は喋りうまいよ。鮫島さんうまい。ワドにしたら閲覧少ないか。俺コミュ爆破しちゃって、全アカウントコミュ爆破してるから、アクティブ10もないよ、今。ニコ生。コミュニティ人数だって900人にやっと昨日なったもん。あ、ハンバーガーありがとう。閲覧全然多い方だよ、これで。俺全然今過疎だよ。昔の中継、ニコ生で中継張ってた頃の俺じゃない、もう。コミュニティ人数1000人超えてないからね。みほこさんありがとう、バガ。サンキュー。そう。変わっちまったよ、だいぶ。まあこれからもね、頑張ってこうとは思ってるけどね。キャスはね、最初その爆破する前のアカウントはアクティブ50ぐらいあったけど、今30ぐらいじゃないの、35とか。だって通知登録が500とかしかないから、キャスでも全然ランキング50位ぐらいだもん。今まったり、いや俺は上に行きたいんだけど、なかなかうまくいかないんだよね。なんかハマってないっつうかさ、なかなかうまくいかなくて困ってる。だからもしよかったらさ、今全然コミュニケーション取れる配信できるからさ、もしよかったらまた応援してよ、フォローして。なんかたまにはワドーの放送でも見てやるかみたいな感じで。
なんか遊びに来てよ。また一からやり直していって感じかな。でも、まあ、最近そこまででも、2、30はアクティブあるから、これから面白くなってくると思うよ。あ、お菓子ありがとう、ハロウィンの。クミタンありがとう。ワドンみたいなまともな人間は配信向かないですか？俺のどこがまともなんだよ。どこがまともなんだよ。そこはみんなで盛り上げましょう。ありがとう。私は愛でも絶対なれないよ。ワド、ごめんね。の、え？ワン太郎、ん？ワン太郎っていうふわち配信者で嫌な思いしたから。え、アイテム投げないの？じゃあ、アイテム投げないことに嫌な思いさせてあげるよ。俺はアイテム投げる人はもう超優遇する。で、カオコが、うわぁ、ワドのところでアイテム投げないから超凹むわ。アイテム投げようって言わせるわ。それでこれ、まあ、気が向いたらでいいよね。ドロリンさん、フォローはしたよ。これからも見に行くぜ。ああ、ありがとう、ドロリンさん。小指さんいらっしゃい。初見です。すごい久々です。キャスですごい探したんですよ。あ、本当に？ありがとう、ありがとう。こっちもよくやってるからフォローしてよ。よろしくお願いします。結構あれだね、ふわっちで久々見つけたって言うと戻ってきてくれる人結構いるみたいだね。意外だった。ふわっちの方がね、なんかね、影響力ある、今は。俺の中では。今、おすすめに乗ってんの？俺もしかして。ふわっちで。しばらくふわっちでやろうかな。あ、つばにゃんがやってんだ。つばにゃんとエセアカネットの王子様。ああ、一応トップ画面には入ってるんだね。だから増えてきたんだ。うんふんふん。こういう感じか、今。なるほどね。まあ、ふわっち結構、初めて3日目ぐらいだけど、結構面白いかな。ハマってる。あ、ニコ生から嫌よね、見てんだ。じゃあもう、子さんだね。かなり探した、ほんと。キャスもまだしてる？してる、やってる、やってる。ただ、キャスよりも今、ふわっちの方が俺は、人気っつうか、俺の中では気持ちが入ってる感じかな。うなにパソコン落とされた話してよ。おい、ワード。お前何調子乗ってんだよ。あ、いいから。あ、俺が行くから。なんだてめえこの野郎。ワード、お前は。ドア開けてこうやって突っ立ってるからよ。ぶん投げてやったよ。っていう話だよ。ただそれだけだよ。ハイライト。投げるけ。おい。バカがよとか言って。そういう話だよ。YouTube から調べました。ダルチさんいらっしゃい。もうそれ以上の話ないよ。それ以上の話出てこないよ。3日目だね、ふわっちは。今日で3日目だよね。いや、パソコン弁償とかいいよ、もう。だいぶ古い話だし。ゲルゲさんってどうしたの？病んだの？死んだ？なんか綺麗になってるよ、今。また痩せたり太ったりを繰り返してるよ。なんか今超痩せてるよ。めっちゃ痩せてる。入院してるの？なんかさ、なんで入院してんの、ゲルゲ。大丈夫なの？ゲルゲと俺、髪伸びた伸びた。引っ越しはしてない。セット組んでるだけ。間接照明買って、なんかこう、見せるための本棚をここにかませてるだけ。だから奥に余計なものいっぱいあったから、部屋をきれいに見せるための努力してるだけ。YouTube の話ってなんだろう？ YouTube の話ってなんかちょっとわかんないですね、タルチさん。いやー、すごいよ。ゲルゲ殴ったどころか一言も触ってないのに、一つ指一本触ってないのよ。ゲルゲと喋ったの喋ったの。もう帰ってくれませんみたいな感じで、うるさいんで、警察呼びますよみたいなこと言って、あ、すいません、ゲルゲさん、つって、すぐ帰るんで、って言ってパソコンを拾って帰ったのよ。そしたら、あ、なんだよ、あのワードってやつ、ぶん殴られたんだけど、って思ったの。すげえと思って。あのカップル、ふかしが半端ねえと思って。で、3ヶ月ぐらい、なんか殴られた殴られたってずーっと言い続けてたのに、俺キャスでやってたじゃん、ゲルゲさん。ワドーでコメント打ったの。こんにちは、ゲルゲさんって言ったら、あー、ワドーくんいらっしゃい、元気って言ってたからね。俺殴られた設定どうしたんだよって思ったの。もうね、あのカップルはね、喫水の配信者だよ。本当に。もう、ふかす。本当に。
あ、ホモのやつね。はいはいはい。ロハコ事件ね。ロハコ事件別に、ね、あれはあれでエンターテイメントだから。あのお化け騒動懐かしいね、ポスターの。ポスターのね、お化け騒動懐かしいけど、あのね、実はね、最近もね、また心霊騒動があって、400リツイート。ツイッターのフォロワーが200人しかいないのに、400リツイート言って10万人が見てたよ。10万人が。うん。うん。すごいよね。10万人。だって、ツイッターでもうずーっとピコンピコンピコンっていいねとかが、ほんと500とか。おう。で、石川の隆起さんがそれ話題に上げてなんか、アベマだっけ？アベマ TV でなんかやってたよ。検証枠やって。リア突して。その現場に行ってね。まあ、配信長くやってたらいろんなこと起こるよね。正直。正直いろんなこと起こる。おー、42名さんいらっしゃい。106名さんさようなら。もしよかったらフォローしていってください。ハチバーガーありがとう。よろしく。チャンマンが吹かすのは昔からのことだからね。まああれは伝統芸能みたいなもんだからね。俺はだから、うなチャンマンの配信はもう歌舞伎を見るとか、クラシックを聞きに行くとか、なんか、なんだ、ウィーン少年合唱団を聞きに行くとか、そういうジャンルで見てる。もう安定した伝統芸能を見るっていう。ただこの前の筑前にめちゃめちゃ面白かったの知ってる？筑前にの話題でずっとなんか、おい、筑前に何入れんだよ。里芋なんか入れねえよ、バカが。おい。とか言って、30分くらい筑前にで煽ってたよ。それを見て、俺、あ、この人天才だと思った。俺、筑前にっていうワードだけで、3、40分引っ張れないもん。クミタン、和道印の缶バッジ欲しい。グッズ買ってくれて住所教えてもいいよって人にタダで配ろうか。いや、缶バッジも作ってんだ。あ、だからそういうの詳しいんだ。そう、もともと劇団やってたから、グッズとか作るの詳しいのか。歌舞伎はクラシックね。伝統不可思議。いや、だから、そう、なんつうの。もう、何年間も同じことやってる和芸みたいな。あ、だからあれだよな。そう、歌舞伎とかクラシックっていう落語だよな、うだは。落語？落語が一番しっくりくるっていうか、落語見てるみたいだもん。なんか、そう、外れがないっていうか、ね、たまに大当たりの回があるけど、基本的には普通に面白いっていうか、そういう風に俺は捉えてるかな。うなの、うなの、あれは。うん。和道缶バッジまで作ってんだ。すげえな。笑点とかね。でも笑点にさ、うなが出てても、多分なんか15分ぐらい回せるでしょ。15分ぐらいあの人回せそうじゃない？なんか。あ、どうも。いや、いやまあ、こんなところで喋るっつっても、まあ配信やってるだけなんだけど、とか言って、そんなオープニングトークか。もうダフやとは言わさない。じゃあ、ちょっと待ってて、クミタンの好きなデザインとかあったら LINE して。まあ、佐野は好きじゃないから見ないけど、ワドちゃん見てる方が有意義だわ。いや、結構面白いよ、やっぱり。うん、不快にさせる能力もあるけど、俺はやっぱウナは雑談であのスタイルっていうのは本当にすごいと思う。うん。それぞれのスタイルがあるじゃん。石川のりゆきのあの、夏のマシンガントークとかさ、そのティロフィナーレ香川さんのあの関西弁でずっと喋ってる感じとかさ、なんか、もう緑さんは緑さんでなんか、ずっとなんか、プロレスやってる感じ、小芝居やってる感じも面白いし、なんかその、それぞれのキャラクターを確立させんのがすげえうまいなって思う。俺キャラで売ってないから、やっぱ、もっとキャラ強くしていかないとなとは思ってる。あ、うな顔系が良くなったんだ。よかったよかった。いや、許しちゃ許してないとかじゃなくて、まあ、まあいいじゃん。ネタだから、人生。配信者は全部ネタだから。うん、いいんだよ。いいんだよ、いいんだよ。のりちゃん最近見ないの？あ、そうなんだ。うん。相変わらずすごいよ、カリスマ性。風船ありがとう、くみたん。37名さんいらっしゃい。140名さんさようなら。もしよかったら、フォローしてください。ニコ生から来ました。ワドーと言います。よろしくお願いします。器でかいのはワドーパイセン。あ、ねえ、あのね、最近ね、ゆいがさんの放送にハマってる。だからよ、俺はよ、な？が言ってんじゃねえかよ。
俺じゃねえよ、それ言ったの。警報器で、うなが、うなが言ったんだよ。なんで俺を詰めんだよ。なあ。だろ?だから、悪ふざけもあるじゃん。うん。ハチいらっしゃい。みたいな、トークをやってたの、パイセンが。普通に面白かったよ。うん、石川さんにフォロー外された?なんで?うん。ハチ、ハンバーガーありがとう。パイセン面白いよ、やっぱり。うん。なんか独特のあの、キーの高さ。独特のあのキーの高さがね、なんか心地いいんだよ。お、ワドいらっしゃい。うん。お、ワドよ。俺は野球好きだからよ。うん。野球好きなんだよ。って言ってた。ワド人の中でパイセンの製造確認できた。いや、最近なんか、すげえ、キャス頑張ってるよ。パイセン。うん。なんか来年からか年末から本格的にね、あの、復帰するんだよ。パイセンより融通効きそう?うん。そうかな?どうだろう?わかんないけどね。俺でも、うん、基本的に配信者は全員好きだよ。嫌いな配信者とか、あんまりいないかな。やっぱ仲間っつうか。うん。普通にね、同じ畑でやってるわけだから、リスペクトないとダメでしょ。うん、人間として嫌いな配信者も何人かいるけどね。うん、何人かいるけど、あんま言わない。うん。絡まないだけで。パイセンは好きだね。あの、パイセンとうなちゃんマンがゴリゴリやってた頃とか、すげえ羨ましいもんな、なんか。あ、こんな時代いいなと思うよね。なんか、この時代にやりたかったな、配信、みたいな。やっぱちょっと遅かったからね、俺、配信始めるのが。すげえ後発組なんだよ。パイセン昔より、あ、そう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 、丸くなった、すごい。てか、面倒見のいい兄貴って感じだよ。ちょっととっぽいけどね、切れやすいっていうか。切れやすいは切れやすいけど、普通に面倒見いいよ。うん。暗黒野球の時、暗黒野球、ほら、あの、パイセンね、チームやってるからあれだから、おう、ワドみたいな。何、お前もやんのって言ってた。うん。普通にいい人だよ、パイセン。俺好きだよ、パイセンは。みんなね、あの、イメージがあるからね、それぞれね。イメージっていうか、キャラが強いっていうかさ、悪が強いっていうか。うん、とりあえず一発飛ばしとこう。ありがとうございます。ではですね、僕の放送ではですね、花火が一発上がるとですね、皆様からいただいた曲を、一曲歌わせていただきます。ワンフレーズだけ歌わせていただきますので、ハッチさんから、あ、見たい?ちょっと待ってね。ハッチさんから花火をいただきましたので、一曲歌わせていただきます。ハッチさん、とりあえずリクエストお願いします。はい、パチパチありがとうございます。はい。さあ、何がいいか。まあ、今日はハッチさんからの花火ですので、ハッチさんがもしリクエストなければ、ここにいるリスナーさんに誰かご指名して、曲のリクエストしても構いませんので、ワンフレーズ。じゃあ皆さんなんか曲のリクエストお願いします。曲のリクエスト。曲のリクエストお願いします。ありがとうございます、ハチさん。すごいよね、でも。半分俺に入ってきて半分上に行くからね。ウィンウィンじゃないの、ウィンウィン。今は落ち着いてるよね。よほどのことがないと怒らなくなったイメージがある。全然怒らないよね。あ、金梅さんぶん殴ったくらいじゃないの?金梅さん結構、鉄腕だと思うね。オッケー、わかった。じゃあ、歌います。聞いてください。鉄腕アドム。それを超えて、レレレ、星抜けなって、いくつ、アトム、ジットの限り、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、今日はね、あの、スローバージョンでやってみました。長渕剛で、鉄腕アトムでした。ありがとうございます。なんで閲覧減るの
なんで、なんで俺閲覧減るゲイをやらないといけないの。どうだろうね、うん。じゃあ、文鳥呼んでくるか。うん、ちょっと待ってて。サカちゃん。いいよ。ありがとう。手綺麗にしてくれんの。元気出てきたね。羽生えてきてよかったね、坂。お尻もふもふでしょ。うん、爪伸びてない。そう？切ってるけどね。まだ大丈夫じゃない？この子爪もともと長いんだよ。うん、大丈夫だよ。止まり木全然止まれてるから。あ、そうなんだ。5文字以上のポイントで、コメントでポイントになる。知らなかった。あ、そうなんだ。それは知らなかったわ。うん、花火10発ぐらい飛んだら、長渕のコンサート。あ、じゃあ公園行くわ。花火10発上がったら公園行って、1曲丸々歌うわ。あ、そうそう、メツ。あ、ミツさん何文章詳しいの？すごいね。うん。釈迦見てメスとオス見抜いたのはすごいと思ったわ。文章かなり2だね。うん。ポイントになるっていうのは俺のポイントになるの？じゃあコメントでも応援できるんだ。すげえじゃん。ポイントになるってことは金になるってことでしょ？なに？ 5 ポイントで1ポイントに、5個、5文字以上で1ポイントになるの？俺に。すごくない？それ。コメントガンガン打った方がいいじゃん。やば。ふわっち結構考えてんだな。いいサイトじゃん。しかもさ、デイリーランキングって言って、視聴率がその日一番いい配信者に1万円プレゼントするんだよ、このサイト。すごいよね。何したか。離れたくないの。シャカ。みんなが大好きだって、シャカのこと。さか、連投もいいのかな、どうなんだろう。うん、コメントまあまあ打つわ。ふわとちゃん少しでも向かれるならありがとう。いや、見てくれるだけで嬉しいけどね。やっぱ見るよりもコメント打ってもらった方が正直嬉しいよ。だってさ、コメント打てば打つほど盛り上がるわけじゃん、配信が。やっぱ無言って配信者辛い時なんだよ。うん、何話していいか分かんなくなる時あるんだよ、配信者も。だから、合いの手がポンポン入ると、やっぱ喋りやすいっていうか、やりやすいから。で、いい配信してたら、やっぱ、いい、ね、BGM になるわけじゃん。みんなにとって。だから、こう、ね、じゅんぐり、いい感じで合いの手入れてもらうっていうのは、お互いにメリットあると思うよ。配信者もリスナーも。で、どんどん人が集まってきたらさ、あ、今日はロムルかなとか、ベテランさんはさ、あ、今日盛り上がってねえから、ちょっと、おちょくってやるかとかさ。そういうなんか、掛け合いっていうか、空気感みたいなのが大事だと思うよ。コメントがエンジン。そう、本当にそう、ブースターみたいな感じだよ。うん。だから初動がね、結構大事なんだよね。最初の30分とか、最初の15分とかで、その日の配信の流れって大体決まる。だから、枠開けて、15分で決まるよ、本当に。あ、今日面白い配信だなとか、今日乗るわとか。だから客層とか言うじゃん。よく芸人さんが舞台で、今日の客どうとか、今日の客温まってるとか、今日の客層どうとか言うの分かるもん。配信にもあるの。あ、今日客層悪いなとか、あ、今日客層いいな、めっちゃ、みたいな。もうほんと客で決まる。今日からアイテムで、白1個3000円。あ、そんなのあるんだ。すごいね。3000円ってことは何？俺に1500円入んだ。いいじゃん。稼げんじゃないの、それ。いや、ポイントはどこで見んだろう。自分の配信画面にポイント出てねえんだけど。雑談はなおさらだよ。なんか一発芸とかだったらいいけどさ、フリートークじゃん。だからね、俺最近ね、松本人志の滑らない話って企画あるじゃん。あれ、フリートークじゃないじゃん。あれって実はさ、だってさ、
よくよく考えたら、芸人さんって舞台に立ったら絶対滑ったらダメなんだよ。それがお笑い芸人だと思わない？だから、何言ってんのって。ひとし松本滑らない話って、絶対滑らない話やりますって言ってるけどさ、芸人なんだから、毎回滑らない話をやる意気込みで当たり前じゃん。だけど、松本ひとしの天才性って、それを企画に変える。芸人の当たり前なところをさらにハードル上げて面白くするみたいなとこあんの。だから俺も企画考えた。最近ニコ生でやってんのはね、和道高光のイカ臭い話っていうのをやってる。基本的にもうイカ臭くなるような、もう下ネタをガンガンやるっていう、ニコ生一下ネタをやるっていう配信で今凝ってるかな、雑談は。結構面白いよね。和道高光のイカ臭い話。人気シリーズだよ。この前はね、五反田編とね、上野編を話したんだけど、みんな結構食いついてて、わかるわかるとか。下ネタ盛り上がるんだよな、結構。下ネタキャラでいこうかな。さ、こいで。いいでしょうか。さっかちゃん。まだ YouTube 見てない。いいでしょ、和道高光のイカ臭い話、いいでしょ。なんかリスナーの卒末とかもやろうかな、イカ臭い話シリーズで。小松菜食べないんだよ。おーおー、ありがとう、おーおー、ありがとうございます。誰ですかあなたは。匿名伯爵、ただの仮想好き、ありがとうございます。すっげーびっくりした、今コメントが見えなくなった。ありがとうございます。あ、和道と言います。匿名さん、ありがとう。いきなり運営さん運営さん、これ匿名伯爵ただの仮想好きって、これふわっちの運営さんっぽいサムネじゃない？違うの？すっげえ、ありがとうございます。初めて見た。やば、誰、あなたは誰通りすがりの富豪、すげえな。匿名、あ、そうなんだ、ミツマングローブさんか。ありがとう、ありがとう。あ、そういうことか。匿名でアイテムあげられることもできるんだ。すげえ、ありがとうございます。匿名さん、ありがとう。配信アイテム履歴で誰が何だかわかるわ。私じゃないわ。ちょっと待って、キャラがブレてない？なんで急に女言葉になったのさっきまでわーついてなかったじゃん。なんなの？あ、私じゃないわ。そうなのですね、うん、ありがとう。花火師さんって言うんだ、ふわっちでは。ありがとうございます。嬉しいっす。初大花火でしたね。すごかったね。コメント欄結構面白いね、こういうアクション。コメント欄がブラックアウトするって面白いな。ミツさんはアイテム投げないはず。ミツさん有名だよね。みんなミツさん、ミツさんって言ってるね。あ、ハッチなんだ。ありがとう、ハッチ。ありがとう。よいしょ、そこ置いて。配信メニューのアイテム履歴見たらいいわ。なんかムカつくな。なんだその輪って。ハッチ先輩、ありがとうございます。ね、びっくりしたね今。長渕やろうか、じゃあ、でもね、俺思ったんだけど、長渕書いてたじゃん、俺下に長渕書いてたんだけど、長渕やると本当に閲覧減るし、なんかやって、なんつうの、花火やってなんかやるって実はみんなにとってもあんま良くないんじゃないかって思い始めたんだけど、どう思う？俺は全然やる気なんだけど、見れば見るほどみんなつまんなくなってくし、見れば見るほどなんかあれみたいな、なんかあれ前もっと面白かったよなみたいな、なんか一発屋の芸人みたいにネタを出せば出すほど寿命が縮まるみたいな、なんか自分で自分の首絞めてんじゃないのかなって思い始めたんだよね。ギター欲しいね。ギターとサングラスとバンダナが欲しいね。うん、あとは背景に桜島が欲しいから。ねえ、やってもやらなくてもいいよ。雑談で返すわ、じゃあ今日は。ハッチさん、本当にありがとう。俺ら、桜島でこうやって集まって、日本人としての誇り、忘れてねえか？いいか。俺ら日本人は誇り高き民族で、誰よりも強い民族だ。だから、日本人としての誇りを持って、みんな歌おう！聞いてください。
クロージョーアイズ。英語かよ。そういう長渕が大好き。で、ハーレー・ダビッドソン乗って帰ってくから、ブーン。どういうことっていう。うん、すごいよね。すごいよね。すごいよ。多分でもなんか、うなちゃんマンの結構ツボを押さえてんの結構俺似てると思うよ。うん、あと9分で終わりにする、今日は。うん。あとで遊ぼう。随分今帰り。あとで遊んであげる。豆苗あげるから。いや、それがさ、カタログもらってきたんだけど、なかなかいいぜ。カタログもらってきたんだけど、結構ここいいよ。ほんとね、渋谷来たらここを寄るのおすすめする。マジで商品ね、手作りで、一点一点職人さんの手作りで、メイドインジャパンで、しかも革もこだわってるから、ほんとに、しかもね、こういうポケット、このバッグにこういうポケットつけたりとか、こういう風なデザインにしたりとか、全部対応してくれる。で、ロゴの刻印消しますか入れますかとか。普通さ、自社のブランドの刻印消すか消さないか聞かないじゃん。だって、俺のバッグ、裏にジッパーがついてるタイプなのよ。で、ジッパー、裏のカバンのジッパーの上に刻印が入ってんのよ。で、じゃあ、リュックサックにするっていうことで、その、刻印の位置じゃない、ジッパーの位置を5センチずらしますと。ジッパーの位置を5センチずらすことによって、ここに空間ができるので、ここにリュックサックの、この金属のボルトをつけますと。で、そしたらリュックサックにできますけど、このヘルツっていうロゴを前面にしますか？後ろにしますか？裏にしますか？それともなくしますか？すごくない？俺、すごいと思ったよ。文字入れも言ったらやってくれるだろうけど、多分文字入れまではどうなんだろうね。多分言ったらやってくれるよ。多分。で、すごいと思った、ここは。で、俺、リュックサックみたいに背負うの、ほら、なんでリュックサックかっていうと、ショルダーだと、配信中にぶつかったりとか、引っかかったりとかするのよ。だから、リュックサックタイプにすると、パソコン持って配信できるから、このバッグでリュックにしたいと思ってたの。スリーウェイって言うんだけど、手持ち、ショルダーがツーウェイっていうバッグなのね。で、スリーウェイっていうのは、3パターンで背負えますよっていう意味なんだけど、あ、まあでも、東急ハンズとかで焼きごて売ってるから、6万だよ。6万。本当は、4万8千円のバッグなのね、これ。4万8600円とかだから、まあ、税込みで5万ぐらいのバッグなんだけど、スリーウェイ仕様にするのに、6万。1万プラスになった。で、すごい、さらにびっくりしたのが、俺、それはやらなかったんだけど、俺が買ったバッグこれなんだよ。俺が買ったバッグこれなんだけど、この革の部分、これの赤を買ったのね。赤でフルを、一から作ってもらってんだけど、今。ここの黒の部、ここの部分だけ黒くできたりとか、ベルトの取っ手の部分だけ赤にしたりとか、革1500円で買えますよって。パーツ1個につき1500円で、オリジナルバッグ。あと、ステッチって言って布で縫い付けるんだけど、布の色の変更は2500円でやりますよって。すごくない？超神対応なんだけど。俺の中で超興奮した。すごいよね。俺は、正直真っ赤に、ここ黒にしようかなと思った。このポシェットの部分か手持ちの部分、黒に変えようかなと思ったけど、もしかしたら誰かに譲ること、10年後とか20年後とか、もしかしたら俺が死んだ後に誰かに使ってもらうかもしれないから、シンプルな方がいいなと思って、俺は普通のにした。そこはリュックサックはつけたけど、かなりいいなと思ったよ、ここ。で、結構ね、女性向けのね、可愛いもの、アイテムもあって、こういう女性向けのリュックサックとかもあるの。結構可愛いのいっぱいあったよ。で、女の人が多かった。半分ぐらいはね、女の人で、こういう斜め掛けのバッグとかもあって、これ20年持つんだよ。すごくない？ 20 年って一生ものだよ。だから、本当にちょっと お値段張るけど、5万、6万とかするけど、本当に20年とか、例えばさ、1万円のバッグを2年に1回変えたらさ、10年で5万円かかるのよ。だったら、5万円のバッグ1個10年間使った方が良くない？で、20年持つってすごいじゃん。だって20年の5万円っていくらよ？ 2500 円でしょ、年間。合ってる？
合ってるよな。2500円だよね。で、2500円のバッグを1年に1回ボロボロにして使ってみすぼらしくやるよりさ、バーンってタイマーはたいて、ちょっと自分のご褒美に行ってやった方が俺絶対コスパいいと思うよ。うん。だから、俺ね、中学生の時に買ったバッグなんだよ、これ。うん。これ、実は結構物持ちいい方で俺、このショルダーの革の部分は東急ハンズでもボロボロになったから1000円で買ったの、これは。なんかこの部分は、ちょっと付け替えて1000円で買っちゃったやつなんだけど、これ実は中学校の時ドラム用に買ったバッグなのよ。ドラム用に。だから結構思い出があって、もう10年ぐらい使ってんのよ。だけど、ナイロン製でここはビリッて破けちゃって、中のウレタンつうかスポンジみたいなのは剥き出しだし、もう、このバッグの取っ手の部分とかもビリッて破けて、中のウレタン出てきちゃってるのよ。だからさすがにもうやばいやばいと思ってて、ちょっと会社でみすぼらしいじゃん。30過ぎたさ、社会人がさ、お前ビジネスバッグも持ってねえのかよってなるから、うん、ちょっとね、取引先とかないからいいけど、ちょっと恥ずかしいなとは思ってたんだよね。だからね、今回ね、本当にね、一生もので、なんか、配信やってて、なんか一生もの手に入ってさ、よかったなとか思うよ、本当に。こう、31っていう区切りでさ。だから大切に使いたいなと思う。本当にみんなに可愛がられてるよね。正直重たい。2キロ。俺のバッグは正直もう超ハードレザーでこんな分厚い革なのよ。もう何層も使ってるから2キロ。正直重たい。肩めちゃめちゃ凝りますって言われた。だから、でも、ベルトだけでも売ってるし、そう、肩のクッション付きの革のやつとかもオーダーで作れますよって。最初に言われた。もうぶっちゃけた話重たいです。肩凝りますって。だから、皆さん、そう、オプションで5000円で、ショルダーだけこれ変更することができるんで、買えますかって聞かれた。で、俺は買えないっつって。ビジネスバッグ持ったことない。やっぱし持った方がいいよね。どうなんだろうね。仕事によると思うよ。職種によると思う。お父さん見たらロハコ思い出すわ。千葉にゃんさんいらっしゃい。あ、ちょっと面白いね、それね。あ、よろしくお願いします。ロハコさんを感じながら僕の配信フォローしてください。やっぱ重たいね。あ、でもね、実はソフトレザーの女性用のバッグもいっぱい売ってた。あとね、女性にはこういうのがおすすめ。小さいポーチ。これ可愛いよ、女の子つけてたら。こんなのも売ってんの。色もいろんなのがあるの。5種類、6種類ぐらいあるんだよ。だからヘルツで検索してみな。渋谷ヘルツでサイト出てくるから。こんなの女の子つけてたら可愛いよ。めっちゃ。あと、ショルダーバッグで、こういう女性用の、軽い丸型のバッグとかも売ってるから。だからね、サイトにね、全商品載ってるから、見てみるといいと思う。リュックサックとかもあるし、こういう。そう、渋谷ヘルツ。で、今日お店行ってきたから、お店の、だから、その素人が撮ったお店の感じは俺のツイッターに上がってる。だから俺のツイッター、今日のやつ見れば、下の方行ったら、このお店の俺が撮った写真あるから、すごいかっこいいお店だよ。大きいからさらに小さく見えちゃう。そういう時はでかいバッグもあるから。でかいバッグ、ほら、ちょっと大きめのバッグもあるから、大きめの。そう。ここはもう何でも対応してるから、大きめの女性バッグもあるから大丈夫ですよ。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。また明日、ニコ生もツイキャスもフワッチも全部やってきますんで、よろしくお願いします。全部フォローしてね。ツイッターもフォローしてください。ありがとうございました。お疲れ。花火ありがとね。楽しかったです。また明日。ドルリンさんお疲れ様。最後に挨拶だけ。ハチお疲れ。カオコお疲れ。クミタンお疲れ。うん。いろんなのあるから調べてみて。実はネット対応もやってるから。一番驚いたのが、内金だけ入れてくれれば、代引きでもクレジットカードでも対応しますよって言われた。制作期間が長いから、結局届くまで安心できなかったら、2万円だけ入れて、残りの4万円は、代引きでも構いませんよ、うちはって言われた。すごい対応完璧だから。いいよ、よかったよ。あとは物が来てからだな。物が来てからだな。はい、お疲れ。じゃあね。